ミこんばんは、エサーラメイです。たぶん続いちゃってるからこんな感じなんだろうな。マリアから1時間たったずに配信してるから <laughs> 今日トークポットだからねしょうがないね。あー、ジェパンさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。 めいちゃんやほやほそう続いちゃったねこんばんめいちゃんみきんたんこんばんめいちゃんレレ何レってリレレめいちたん 見よーそうこの後はもうちょっとでトークポットトークポットは楽しみだけどいつも緊張すんのうわートークポットやーって顔が見えるってさ結構でかくないですか 泣かないねえサウルのどこが好きなのか教えてなあとでやっぱ飲み物会の中で一番美味しいのって水だよね水しか勝たん初めて初めてだね リップ塗るの下手だった全部好き本当にありがとうこれはゆみちゃんにもらったリップです今日はゆみちゃんをまとめますなんかいい金木犀の香水とかあったら教えてほしい金木犀の香水を買おうかなと今悩んでいるところ やっぱビビッときてるよ君のイメージ金木犀よあいた金木も好きですかみんなはおしすごい金木犀の香りが好きなんですけどでも金木犀の香りって好みが激しいというか好き嫌いは分かれるからどうしたもんかと知らんことたくさんやけど知ってる限りのメイターは全部好き 嬉しいなヤッホーヤッホーヤギちゃんじゃあ今回の年生で撮ったスクショしちゃダメだよ私が撮った可愛いメンバーの写真をお見せしようへへへなんちゃってこれは これは3人と一緒に撮った京都タワー With って感じですねおー金木星分からんのだけどメイちゃんが好きならきっと好き,いき匂いって人によらんマジえサラは結構サボン系の匂いが好きなんですけどとか柑橘類の 匂いは好きなんだけど外いたら運がなかったりとかっていや一緒に乗っとくわこれはもう当たりましょうにってあとは、えっと、結構いろいろ撮ったんですよなんか いい写真っていうよりかドどれもな写真を撮りたくなるタイプなのでいい天気でいい写真さあ原先生ちょっと画,画面の画角の問題で写んなかったですねあの本当の画像だと写ってるんですけどこのショールームのここに写すには写らなかった今いい写真でしょうやっぱなんかこの信州っていいよね こういうカメラ、フィルムカメラっぽい写真を撮るのが好きなんですけど今回ふみと同部屋だったからふみの写真が多いですねお腹なった陽気なるんですお腹がゆみちゃんが可愛いいから見たし 何この笑い方って思うかわいい見て超かわいいマジ子供かわいくないめっちゃかわいいあとは <laughs> そのあと 寝ちちゃゃったゆみちゃんかわいい <laughs> そのあと寝ちゃったの超かわいいあとはなんかねほんとメンバーの寝顔ばっかりなんか自分より前に座ってるさやとかはないんだけどとかマイカとかはないんだけど なんか。どえもい,いね。服も可愛い,い。ジェイや、これは。子供だよね、本当に、マジで。すごいどえもい,い感じで撮れました。これは喉を気をつけてるから。多分喉に。 のやつが貼ってあるあんなくなったこういうのを取るのにハマってたんですけど僕ね怖いくないありがとうございます <laughs> 寝顔取り合うのすごくいいそう寝顔 すぐ撮っちゃうこれは藤崎ふみですね隣に行って起きてたのでこう撮ってみました結構携帯の電気つけてもメンバー目覚まさないのでよく撮れましたねこのふみ可愛くないめちゃめちゃ可愛いでしょ これは YouTube 見て笑ってるふみちゃん絶対この体勢首辛いと思うんだよねかわいいでしょそうなのよかわいいのよねこの全然違う話するんだけどさこのパンはさ知ってる人いる このパン知ってる人いるえ、絶対にさ、この角度は痛いと思うの、首が。100%。え、ね、このパン知ってる人いませんウェハースサンド。中にカステラみたいなの入ってて、ウェハースで挟まれてるんだけど、イサこれめっちゃ朝ごはんで食べた記憶があるのね。そう、ウェハースのパン。このね、ウェハースサンドをさ、 メンバーに、あんま好きじゃなかったんだけど、これ、安原。なんか懐かしさが買って、買っちゃったのよ、京都で。で、メンバーに、これめっちゃ朝ごはんで食べたって言ったら、何それって言われました。なんか知ってるの、ふみとしおりぐらいで、なんかみんな、メンバー全然このパン知らんって言われて、えって言う。え、だから、 意外と有名じゃないのかなとか思いつつでもみんな知ってるやろこのパンえなんかこのウェハースがこれはピンクと黄色だったんだけどなんか緑とかもあってこのウェハースをなんかの色をめっちゃ買う時に選んでた記憶もありますなんかそのウェハースの色が緑にもあるのとかピンクとか だから緑ピンクとか黄色緑とか選,選ぶんだけど味なんて全く変わんないのに関西限定なんかなわかんないよく買うえってことはじゃあ関東にもあるんだね山崎で言ってました見たことない嘘でしょこのパンが私の中ですごいなんか懐かしくて 朝ごはんでこ食べたなって思ってて思最近は見てないえそう麺も全然これ見なくて京都のコンビニーに入ったら売っててえって思って思わずあんま好きじゃないのに買っちゃったっていう思い出結局お腹すいて食べたんだけどおな鳴った山崎行ったらあるかもしんないさすが京都だよねだからびっくりして これは買わなきゃと思って買いました昨日の着てた服が可愛くてあれ変わっちゃった昨日着てた服なんですけどこれ靴もニューで上のトップスは足窓と 原宿で遊んだ時に買ったやつなんですけど可愛くてすごいよく着てるお気に入りあ今のネイルの写真ありました今こんな感じですネイルコーヒー味とかがあったえコーヒー味は食べたことないな今のネイルこんな感じですなんか花びらみたいになっててちょっとこう なん,ていうのなんて言ったらいいですかね。こういう感じになっております。<laughs> ちょんチょンチょンチンってつけるのがコツ。ネイルこれもらったんですけど、ピンクなんて持ってなかったので、珍しくて、テンション上がりました。つけるとき。みんなこの T シャツ買うってね。これ。 血色悪いけどエサらラおしゃれで良きおしゃれネイルはなんかするとテンションが上がりますこの T シャツすごい着やすいからみんな着てほしい男性もこれはね似合うと思うデザインもシンプルだしマジでおすすめですあさっちゃんの寝顔あるよ さっちゃんーシャッャはよく寝てるからなんかもう寝顔ももう物新しくないサイズが合えば梅沢らが着用したの XL なんだけど XL でショートパンツが隠れるぐらいです買ってさっちゃんーかわいいお隣さんでした。 先生。かわいいでしょ寝顔って撮っちゃうよね。これ。ツイッターにあげたけど、朝日ジュリア。すごいかわいい格好して寝るなと思って。 思わず撮った写真これかわいくないかわいく撮りましたやっぱメンバーの写真を撮るっていうのはいいですね楽しいファンデジ,ジャパンじゃなくなってもねメンバーのこと写真撮りたいなって思っちゃうぐらい楽しい あともういっぱいあるでもフミは寝顔見せてくれないのよこんな感じで寝ちゃうからさあそんな感じのイサラが撮った京都の写真たちでしたまだだあるんだけどなんか全部 です。ありがとうございます。<laughs> 秒保存でした。可愛い自称。そう可愛いと思った写真しか載せてないからね。さあということでこの後20時50分からはトークポート特典会。パチ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 。ぜひ皆さんトークポートでエサーラとお電話してください。 お疲れ様ありがとう。二十時五十分から新規枠が始まりのそこからドクポートがあるのでぜひよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様ですありがとう。ちょっとまだ声の調子が本調子ではないんですけど。 まあちょっとお電話してくれたら嬉しいなす素敵な写真をありがとういいやえ余裕があればまた夜中にも配信するので来てください公式じゃないけど個人だけど待ってますということでこのあと20時50分からよろしくお願いしまーす以上瑞穂浦美衣でしたバイバイ